YouTube の動画内にて、ある有名な2組の YouTuber さんの動画を拝聴時に見えてしまい、驚いたことをお話しします。一つ目のお話です。ある有名な京都駅周辺の動画をアップしている方の飲食紹介の動画内でのことです。区画整理的に舗装されている川辺の川下に、兜をかぶり鎧をまとったたくさんの武士たち一人一人が間隔を空けて、正面をカメラに向けた状態で立ってこちらを見ていたのですが、舗装された川上の方へそのカメラが進んでいくと、武士たちの人数は減ってきていて、その川沿いの正面に構えた商店街のガラス越しでのお食事の様子が映っていて、景色の良い場所なのですが、カメラが横取りに変わると武士たちは川沿いからガラス越しの正面向きに体勢を変えてお食事風景を見て立ち尽くしていました。今もなおそんなことをして意味があるのか、可愛いような少しお邪魔さも感じられました。2つ目のお話です。ある有名な YouTuber さんで、沖縄滞在中に中古車を購入する企画の動画を拝聴していたら、10万円の軽自動車が店頭の端っこで販売されており、これを購入ということだったのですが、その価格交渉が沖縄らしくて面白く、10万円から5万円になり、2万円になって2980円にまで価格が下がって交渉成立したのですが、カメラが作動している状況で下見見学の車の扉を開けた瞬間時に、幼児サイズの5、6人の子供たちの足だけが急いで一斉に車の中から出てきていました。幽霊の子供たちが遊んでいただけなのか、可愛い靴を履いた子供たちが足だけでしたが、自動車から急いで出てきたので、あらりゃとは思いましたが、怖い感覚は一切なく大丈夫だと思いました。ご視聴ありがとうございます。感謝してます。